もしもし、私中央児童相談所の西野と言います。あんた遅えんだよ電話が。何時間待ったと思ってんだよ。あんたら出てってよ。どうだ。安田さん、先日このケースはこのまま西野さんがやるべきだと思ってますけどね。仕事しばらく休んでみたら、一人で辛そうにされてるとこっちも辛いの。ひなちゃんの耳の裏にあざが見つかりました。これについて何か知ってることはありますか？いや、俺は。少し待ってください。私とは嫌かもしれないんですけど。そうだ。ゆうこさん、どこ行ったの？